曲ですけれども、リクエストいただきまして、あのこれ皆さんご存知だと思います、この木何の木をあの歌ってみたいと思います。まあ、ご存知ですけど、あのご存知、日立の CM ソングで、皆さんに親しまれている曲ですが、でこ の, あのイメージの木がありますよね。で、あのハワイのモアナルアガーデンというところにあるモンキーポットっていう木だっていうのは割とこういろんなこと知られてると思うんですけど、もともとその 木があってっていうわけではなくて、それに似た感じの木のイラストをこうあの作詞の伊藤明さんにこうあの制作会社の人が見せたらしいんですね。で、この木のイメージで詩を書いてくださいってお願いしたところ、その伊藤さんが、この木は何ていう木ですか、どんな木ですか、どこにあるんですかって聞いたら、そのスタッフさんは全然わからなくて知らないっていう、何の木でしょうっていうことから始まって、この木何の木ってそのままそれが歌詞になったそうなんですね。で、最初はなんかその CM もイラストだったそうです、その元の。で、であのそれをあの実はイラストにぴったり の, 絵があの木があるということでハワイで見つけて、実は今度からそれを写真にしましょうって途中からあのそのハワイの木になったそうなんですけれども、で作曲は、まあ、あの有名な小林亜星さんですよね、1972年に作曲された曲です。で、割と最初の出だしの部分は皆さんすごい知ってるんですけど、途中 の, あの B メロが意外に知られていないので、ちょっとやってみましょう。じゃあ最初から通していってみますね。3番まであります。何の木になる木、
とか、どうぞしなで、どうぞ、はい、後でハモりましょうね。で、右ページ丸々、ちょっとそこから急に音量が声量が落ちるので、じゃあ、右ページ話してのとこ一回ピアノで弾いてもらいましょうか。あ、その前に いつかがありますね。じゃあページの変わり目のところからピアノで弾いてもらうので、歌一番の歌詞で弾いてみましょう。1、2、3。いつかが茂って難しいので、森になる日が未来、その日をみんなで待ちましょう。ここも難しいですよね。結構飛びます。1、2、3
し、うん。あ、バッチリですね。じゃあ、最後もハモれそうなので、じゃあ、そうですね。最後のハモりは、じゃあどうしようかな。ここのテーブルの真ん中で、ちょうどこっち三と五四の、まあだいたいここの真ん中で分けましょう。じゃあこっちが高い方。でこちら側がふーでいきましょうか。じゃあ一回やっときますね、そこだけ。じゃあふーで1、2、3、4、うん。そうで最初は良かったけど、ちょっと最後がI'm not afraid of the dark.
で、まあ、CD 買われた方だけなんですけど、 CD の方にこれずっと続きますよね、感想なくで、ちょっと大変だったので、それぞれのコーラスの終わりに1小節入れて録音してあるので、もし CD に合わせて歌われる方は、夢見て夢見てその日待ちましょう、タンタンタタンタンタン、この日みたいに入れてありますので、ちょっと今日歌ったのと違うので、伝えていきます。ではこの曲はこれで終わりでよろしいですか。はい、では次は、これもリクエスト曲です。夏のベニスをやりたいと思いますが、ちょっと楽譜を探し回ってて、リクエストいただいてからちょっとやるの遅くなってしまったんですけど、まあ、いろんなタイトルで出てるみたいなんですよね、曲名が。で、ベニスの夏の日って言われてたりとか、あと映画の曲なので、映画に使われてる曲なので、映画のタイトルだったら日本語では旅情、英語のタイトルでサマータイム、サマータイムインベニスだったかな。で、サマータイムインベニス、曲目もそう呼ばれてたり、イタリア語だとテンポデスターテアベネツィアとか、いろいろなこう文字で検索したりしていろいろ調べたんですけれども、1955年に制作されたイギリスとアメリカの合作映画の中で使われてた曲なんですね。で、じゃあ、結構このベニスのこう観光の様子を、いろんな綺麗な風景とかを撮ったりしてる映画なんですけど、じゃあちょっとその曲の内容を読んでみますね、歌詞を。海の上に君で、ちょっとこれから君っていうのは全部ベニスのことです。ベニスを指して、海の上に君、ベニスを想像した。こんな魔力を持った絵描きは誰だったのだろうか。君の中のロマンチックな何かが人々に魔力を与えることができる。太陽を止める力を持ちたい。そして夢を見続けたい。永遠にゴンドラの上で幸せに向かって。ロマンチックな夢、ベネツィアは輝く太陽だ。どこにいてもそこを忘れることができない。海の上のこの夏の甘い口づけとため息は、僕の思い出の中に消えることはない。ロマンチックな夢、ベネツィアは輝く太陽だ。僕は数多くの歌の響きを遠くまで運ぶだろう。ただ愛のことだけを、いつも愛を僕の心に話しかける。このまどろむ運河を僕は思い出すだろうっていう、そのベネツィアのこう綺麗な風景にこう酔いしれてしまうという感じの歌ですね。で、余談ですけれども、こうベネツィアゴンドラで船頭さんが歌を歌いますよね。で、なんか観光客向けのサービスなのかなと思ったら、結構その家の角からこっち側からとこっち側から船来るときにぶつかるの危ないんですよね。で、そのためにこう警笛みたいな意味で歌を歌って、衝突を避けるみたいな、もともと昔からそういう意味があって、ああいう歌を歌ったりしてるみたいです。はい、じゃあ一回私歌ってみますね。で、そうそう、この最初のバラードの部分と、あとダラララララララでこうよく知ってるメロディーがあるんですけど、この前半の部分がなかなかこういろいろ調べても歌われてるのがなくて、大体みんな夏のベニスのこの軽快になったとこからなんですね。で、まあ歌われててもイタリア語だったりとかして、言語がなかったので、後半は安井和美さんという方の訳詞が楽譜であったんですけども、前半いろいろ探してなくて、前半部分だけ私が自分でちょっと訳詞をつけましたので、ちょっとそこがこう合体した感じになってますが、はい、ではちょっと歌ってみたいと思います。この楽譜通りでお願いします。美しい海と
くな街に心奪われ、もしできることなら時間を止めて、いつまでもゴンドラに揺られていたい。夏のベニスの恋の イルだったんで、なんかおかしいなと思って後で調べようと思ってそのままになっちゃって、ノンリーなんですね。 L と I が逆でノンリーポトロ、うん、そのどこに行ってもリ、それを忘れないっていう、あのイルではなくてリポトロなので、で振り仮名もリで合ってますので、ハテナは消しておいてください。うん、ブクエサロのリポトロで書き直しをお願いします。じゃあ、ちょっと歌ってみましょうか。まず日本語の部分ですね。はい、じゃあ前奏からお願いします。ロマンチックな
フェルマータ2個ありますよね、まあ、でも全体的にちょっとゆっくりする感じなんですけど、まあ、ちょっとポイントがそのフェルマータの乗っかってる2つの音で揺られていたいがまずバラードの部分の終わりっていうことで伸ばしますね。で、なもちょっとゆっくりなんだけど止まるのがつ夏のでつを通り過ぎたらあとはもう動き出す感じで夏のベニスのにになったらしっかりこうチャンチャンチャチャンってこうピアノのリズムに乗っかっていってください。まあそうですね、歌に入ったところも結構難しいのでもう一回最初から絵に描かれたようなからいきましょうか。いきなり歌入ります。1、2、3。絵に描かれたような美しい海とロマンチックな街、喋っていってください。もう一回じゃあ一緒にいきますね。じゃあ前奏からお願いします。Thank you.
メロディーずれてもいいんですけど、後半はこうノリよくいきたいので、まあ、できるだけこう合わせて一番かこうゴンドラ浮かぶとか、そのちょっと途中の裏で入りますよね。そのタイミングよく浮かぶ恋の歌、あの人のの日とかもちょっと伸ばしてて、三拍の裏で入るとかね、ちょっと伸ばしすぎちゃうので、あの人の胸で、胸も今なんかちょっとどこに入れたらいいか分かんない感じなんで、胸ってはっきり言っちゃってもいいかなと思います。なんか胸、微妙に分散するよりは、あの人の胸に抱かれって、早く胸って言っちゃった方が伝わるかな。胸って分けるより、あの人の胸に抱かれ、じゃあ一番かこのゴンドからいきますね。1、2、3、4、ゴンドラ浮かぶ恋の歌、フェルマーターとか入れずに、ふーもこういう軽快なリズムの中なので、そのまま「ふーソーニョロマンティコ」そのまま行くことにしましょう。「ウンソーニョロマンティコ」ロマンチックな夢、「ヴェネツィアへイルソーレスプレンディド」スプレンディドって輝くで、ソーレはもうおなじみですよね、太陽、ヴェネツィアは輝く太陽だ、ドヴンクエサロ、ドヴンクエってちょっと長い単語なんですけど、割とよく出てきますね。どこに、どこにサロはいても、どこにいても、ドヴンクエサロノンリポトロディメンティカール、ディメンティカールももうこれももうカンゾーネの用語としてポイント高いんですけども、忘れる、ディメンティカールだけだと忘れるなんですね。で、大体ノンがついて忘れられないって出てくるので、ノンリポトロは何々できる、英語のキャンです、でリはそこのそのベネツィアのことを指して、リそこを忘れることができない、
で、その先が2番確認取りますね。Questa laguna addormentata。ラグーナって、こうラグーンってなあのこうなんていうか、まあ運河、こう水のあの運河、この運河をドルメンターターはちょっとこうまどろんだ感じ、眠った感じの。Questa laguna addormentata ricorderò。あ、でricorderò はそのまま直接で、思い出す。さっきのディメンティカールがあのノンがついて忘れられない。でこっちはリコルデロは僕は思い出すだろう。ケパルラルミオクオール。ケで、その前のものを指して、そのクエスタラグーナですね。それは僕アルミオクオール。僕の心にパルラ話しかける。ソーロダモール。ただ愛のことだけをセンプレダモール。センプレはいつもですね。いつも愛を。で、また同じ繰り返し。ケパルラルミオクオールソロダモールセンプレダモール。いつも愛だけを僕に話しかける。っていうところですね。今歌うところ。じゃあ、その単語を1個ずつ分かりながら、もう1回いきましょうか。ソーニョロマンティコと、じゃあ言ってますね。1、2、3、4、うん、ソーニョロマンティコベレティアソーレスレニドドブクエサロノリモクロディメンティまとめとして一回歌いましょうか。
あの日本語から続けて全部通します。有名なカプアの作曲です。ちょっと歌詞の内容を読んでみますね。太陽の輝く日はなんて美しいんだ。嵐の後の澄んだ空気、空気は新鮮でまるでお祭りのよう。太陽の輝く日はなんて美しいんだ。でも他にもう一つの太陽がある。もっと本当に美しい私の太陽、それは君の顔に輝く太陽で、一番がこの朝のこの太陽の美しさ、太陽と、まあ、その恋人の美しさですね。で、2番が、まあ、今回は歌わないですけど、あのお昼になってあなたの窓ガラスが光り、一人の洗濯女が歌う。そして洗濯物を絞ったり引っ張ったり手足投げに動き、仕事ぶりを自慢しながら歌っている間もあなたの窓ガラスは光る。で、またでも他にもう一つの太陽がある。もっと美しい私の太陽、それは君の顔に輝く太陽で、3番がだんだんこう時間が移り変わってきて、夜になり太陽が沈み、私は悲しい気持ちに襲われる。窓の下に私はとどまる。夜になり太陽が沈み、でも他にもう一つの太陽がある。それは君の顔に輝く太陽で、あのよく1番3番で、あの言語で歌われますよね。3番クワンドファの
それが3番で、割と2番はなかなか歌われないで省かれることが多いんですけれども、はい、じゃあ歌ってみたいと思います。1番日本語で2番がナポリ語で、いってみます。差して嵐すぎし、
ございました。じゃあちょっと言語の方を少しちょっとずつ、細かいことを少しやっていきましょう。ちょっと全体的にあのケベンラとかちっちゃいつが入りますよね。あの子音が2つ続いてベンラとか、2番目もベンラですよね。キュベンロイネとかがちょっとベロイってこうだらっと伸びてしまうんですね。ペンラリアとかペラリアってこうベタベタになるのでペンラナっていうのをちょっと出せればいいかなと思いました。ちょっとそこ最初の出だしだけ、じゃあ2小節前からお願いします。ケベラコーサー、そうそうそう、その ラの着地をちょっとこう後にする。ケベラケベラ、ケベラコーサー、もう一回同じところからお願いします。ケベラコーサー、ナイフの体操で何やせばのオーダーペンダースト、はい、でそこは皆さんどこで息を吸われてますでしょうか。なんか音楽だけ行くとナリアセレナド、ここで吸いたいんですよね、すごく。だけどドッポって何々の後で、嵐の後でなので、このドッポを切らないようにじゃあどう歌うかを考えましょう。で息長い人はナリアセレナドボナテンペスタ、一息でいければ問題ないんですよね。でちょっとどっかで切りたいっていう人はドッポの間では切らないでください。その、どっか 前後でナリアセレナって切ってもいいですし、ちょっと忙しいんですけどね、8分音符の後ですので、ナリアセレナドポ、そこまでつなぐ人はナテンペスタ、ドッポの前か後ですね。ちょっとその音楽的には吸いにくいとこなんですけど、もう一回じゃあなんかできるだけちょっと息を少なめにして、できたらつなげた方がいいですね。じゃあもう一回ケベンラコーサーからいきますね。1と2と1、ケベンラコーサー、ナイフの体操でナリアセレナドオナペンペラサー、今一息で続きましたか。そんなに高い音ではないので、逆にまあ息が漏れやすいんだけれども、息少なくても声出せるところですよね。ちょっと一息で行く練習をしましょう。じゃあナリアセレナからいきますね。1と2と1、ナリアセレナとオナペンペラサ、目立つのがマナツーみたいに聞こえる時があって、なんかすごくもう有名な曲なので結構カタカナで覚えてる人もいて、マナツーだと思ってる人歌っちゃう人もいるんですけど、トゥーって結構イタリア語のトゥー深いんですね。マナトーで、トゥーも結構舌をしっかり使ってツーにならないように、
ベロしっかり使って深くふう、いきなりいきますか、まなく。フレーズを重ねていきましょう。では、そうですね、もう一回最初からいきましょうか。で、じゃあお立ちになってください、はい、では日本語言って2番言語で楽譜通りで言ってみたいと思います。
最後に一回歌いましょうか。すいません、楽譜を閉まってしまったかもしれません。これ10月のコンサートにも歌いますので、ぜひ皆さん練習してください。じゃあ、はい、前奏ですぐ始まりますのでお願いします。この木何の木気になる木、名前も知らない木ですから、名前も知らない気になるでしょう。この木何の木気になる木、見たこともない木ですから、